どうもこんにちは、ウロンです。今回は先日発売されましたブースターパックエターニティコードにて登場したカードを使ったヒーローネメシスとでも称しておきましょうか、まあ、こちらを作ってきたのでご紹介していきたいと思います。さて、ネメシスとディアボリックガイがすごい相性がいいということなんで、今回はヒーローと組み合わせてみたという次第です。まあ実際どんな動きするかお見せしたいと思います。使うカードはこのカードとこのカードの2枚から動くことができます。はい、やっていきましょう。バイオン召喚、バイオンの効果デッキからディアボリックガイを送ります。でディアボリックガイの効果使います。除外してディアボリックガイ特殊召喚、2体でリンク召喚出てくるのがなんだっけ、そうはい、イゾルデン。そしたら墓地のディアボリックガイの効果使います。除外してディアボリックガイ出します。よしと、イゾルデ効果、デッキから装備マジック1枚送って、送った枚数と等しいレベルを持つ戦士モンスター1体を特殊召喚。ここでリナルドですね。でリナルド特殊召喚に成功すると、墓地の装備マジック1枚を回収することができます。ここでリビングフォッシルを手札に加えます。そしたら、一応戦士2枚でリンク召喚。出てくるのがユニオンキャリア。満を持してフラッグ効果ですね。除外されているディアボリックガイ対象に対象デッキの中に戻して手札から特殊召喚。フラッグ効果、デッキからコリドを手札に加えます。そしたら墓地のディアボリックガイの効果使います。除外してディアボリックガイ特殊召喚。どうしようかな、ここからマスカレーナとかやるのもいいけど、まあせっかくなんでここでリンクしましょう。アポロウサにでもなっといて、そしたらですね、手札からリビングフォッシル発動、墓地から4つ星以下のモンスターを特殊召喚。コリド効果、除外されてるディアボを戻して特殊召喚。そしたらディアボ効果使って除外からディアボを特殊召喚。ディアボとフラッグを使ってリンク召喚。フォシルで出たモンスターはゲームから除外されます。アーナコーンダでコリド効果でフラッグ回収。コリド1体を使って融合召喚サンダードラゴン、こいつの効果でカチャンってくっつけたら、最後アナコンダ効果使ってバーンドーンです。はい、まあ、展開終了です。サーチとエグストラからの特殊召喚を封じつつ、モンスター効果3回無効、手札1枚切って何らか、無効っていう動きをまあやることができます。一応またフラッグ握ってるので、次のターンもなんかこれ戻してフラッグ出してフラッグでコリドを持ってきてみたいな、そんな動きをすることが可能だったりします。はい、ではレシピいきましょう。はい、デッキレシピこんな感じになってます。説明文にも記載しておきますので、画面の方が見づらい方はそちらも参照していただければと思います。触れてないカードとかあましなさそうなので、採用枚数を中心にお話ししていこうかなと思います。はい、まずあれかな、ネメシスから見ていきましょうか。ネメシスのフラッグとコリドが各3枚ずつの採用になってます。アンブレラを入れてない理由としては、アンブレラを使うまで試合が長引かないっていうところなので、とりあえず入れてませんが、まあ1枚くらい入れてもいいのかなとか思ったりはしてます。それから、週末の騎士とバイオンズが入ってます。はい、まあ要はディアボリックガイ落とすやつです。でディアボリックガイが入ってて、エレメントルヒーローエアーマンも入ってます。一応アライブはこのデッキ入ってるので、アライブから出すようですね。それから、ドラゴンバスターブレードとリナルド、ここら辺が1枚ずつですね。まあ最悪リナルド手札に来ちゃっても、リナルド自分の場に炎属性戦士族を変えると手札から特殊召喚できる能力を持ってるので、まあ最悪引いてしまっても、バドモンスターで5円の騎士強引に作ればなんとか手札から出してっていう流れを作ることはできるにはできます。それからあれです、ドラグーンのセットが入ってます。で次にマジックカードです。アライブと、増援が入ってます。はい、それから愚かな埋葬も入ってます。はい、まあ、ここら辺は、まあ、要するにディアボリックガイにつなげるカードですね。それから、融合ですね。手札にディアボリックガイが来てしまった時用の処理札として一応入ってます。まあ一応ですけど、いらないかなと思う瞬間もなかったりあったりしますが。それから破壊の指名者と抹殺の指名者、一応33にはしてありますが、抹殺2で2とか1とかでもいいかなと思ってます。一応抹殺の指名者がデッキからモンスターを除外することができますよっていう、まあ、能力を持ってるので、まあ、これでデッキから適当にモンスター除外してそれ戻して手札からネメシス出すっていう、なんか強引な動きもできなくはないということで3枚入れてはいますが、ちょっとまあそこら辺考え物だったりするので、とりあえず、3枚にしてはいますが、本当2枚でも1枚とか2枚でもいいかな。
で、それから羽ぼうき、リビングフォッシルと、無限保有。リビングフォッシル1枚なのは、まあ、引いてしまったらドンマイな感じですかね。まあ、保険を兼ねて2枚にしてみてもいいかなとか思ったりはしてます。で、エクストラデッキはこんな感じです。まず、融合モンスターから簡単に、強いのが入ってます。ビジョンヒーローアドレーションにしている理由としては、最悪、エアーマンプラスディアボリック外からでも出せるというところで、こいつにしました、今回は。デッドリーじゃなくて。別にランク6も特段立てたいわけじゃないしね。それからあとはなんかリンクモンスターです。リンク4の強いやつら、トロイメア、それからリンク2のなんか強いやつらっていう、まあ、そんな感じのラインナップです。はい。まあそうだな、まあ、アストラムのバレルロードとかにしてみてもいいかもしれません。まあ、そこら辺はやっぱりお好みで調整していただけたらと思います。はい。まあとりあえずこんな感じにはなってます。はい。いかがでしたでしょうか。まあ手札2枚からあれだけできれば上々なんじゃないですかね。個人的にはそんな風に思ったりしてますってとこなので、まあ皆さんも自分なりのなんかネメシスを使ったデッキとかヒーローのデッキ作って楽しんで遊んでいただければと思います。ではここまでのご視聴誠にありがとうございました。この動画に対して何かありましたら評価やコメント、チャンネル登録等していただけますと非常に嬉しいので、よければお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ウーロンでした。さよなら。